静岡県知事選の情勢は対立、同伴激しい選挙戦ということで、ですねこちらについて触れていきたいと思います。はいあのー、告知日前にえ静岡県知事選の動画3本ぐらい出していたんですけども、選挙始まってからまだ出していなかったので、まあ、ちょっとあの選挙始まって中盤戦の段階の、まあ、構図だったりとか、激しい部分、まあ、そしてね今、いろんなこの、まあ、ど誰がねどれぐらい。 パーセンテージ沿っているのかとか。まあそういったところも出回ったりしますので、まあ、そういったところも含めてちょっとお話をしていきたいなと思っております。はい、えー、静岡県知事選の顔ぶれってところで、まず校舎の人数がですね。えっと前回紹介した段階だと4人だったんですけども2人増えました。後ほど紹介したいと思います。はい、でね。まあ、この選挙戦がまあ、言ったら与野党対決とか地域間対決ありません。って、大村陣営も鈴木陣営も言ってるんですけども。 あの全くそんななな感じになってないです、はい、<laughs> まあ大村陣営も,、ね、もオール静岡って言って鈴木康文陣営もオール静岡って言って両方オール静岡って言ってるんですけども、まあ、実際そうはなってないですし、まあ、それこそ今の、ねなんかあのーまあ、調査結果とかを見ても、まあ、確実に地域間対決の、まあ、数字になってたりとかこれ政党支持とかでも完全に、まあ、政党対決のまあ層あの,の固め方みたいになってるのかなっていうような、えー、状況ですよね。はい まあそれこそね、まあ、両陣営、まあ、オールシ相とかっていう言い分がありました例えば大村陣営に関しては、まあ、ったい自民の、ね、党本部の推薦はついてるんですけども、えー、完全無所属で当選した平山幸子、えー、参議院議員ですね、まあ、それこそ、あのー、細野豪志系って、まあ、結構連動する形でやられてた方なんですけども、えー、そこの方が、えー、大村陣営に入っていたりとか、あと本来、えー、と鈴木康友さんの方に着くはずの、えー、首相側の県議会の、まあ、前回、川勝知事系のね、藤野国、えー、県民クラブですね。はいえー、ここに関しても本来 鈴木康さん、応援するはずなんですけど、一部メンバーが大村審さんの応援に入ってたりとか、えー、してますというところで、まあ、全然このね、えー、別に自民党だけじゃないですよみたいなところも、えー、言われてると、で一方、鈴木康友さん陣営も、えー、立憲国民し連合支部とか、藤区に、えー、県民クラブとかの応援が入っていて、まあ、野党系に見えるんですけども、えー、一部やっぱり自民党の浜松の中央支部だったり、自民党が、ね、党本部が大村さんついてるにもかかわらず、えー、自民党の浜松中央支部とかが、えー、いったいた浜松の自民党市議とか、鈴木康友さんの応援に入ったりとかもしている。 で、えー、全然この野党だけじゃないですよというところもアピールしているというような、えー、感じですね。はい、で、えーとー、ちなみに鈴木康友さん陣営に関しては、なんかだんだんね、野党色がどんどん強くなってきてるなというふうに思ってまして、まあ、序盤は、まあ、野田元総理、まあ、元々とも鈴木康友さんとね、あの松下政経塾時代の、まあ、同期みたいな、えー、ところもありまして、もうかなり、えー、昔からの、えー、関係性だと。 はいもうマブダチっていう風にも安友やっちゃんっていうね野田、えー、ちやっちゃんって呼ぶ仲ですみたいなとこも言われていてはいまあ、そこでかなり関係性が近いみたいなのをやれたりとかあと国民民主党の新馬さんとか入られてたりみたいなところでまあそんな感じだったんですけども中盤以降ですねまあ小沢一郎さんだったりとか。 泉啓太の代表まで来ちゃってます <laughs> 泉太代表まで来たりとかね辻元清美さんとかねもう小川淳也さんとかもう立憲民主党の国政選挙のオールスターみたいなメンバーがねどんどん静岡入ってきてもうね完全にまあ言ったら立憲民主党がまあ自民党に勝ったみたいなところの一つの象徴にしようとしてるっていうような感じですよねはいだからもう完全に野党色っていうのは今ちょっと強くなってきてるのかなっていうようなとこですねはいで大村さんの方でいくと,まあえと自民党の上川陽子さん えー、がね、まあ、かなりりやっぱり報道でもかなり目立ってきているというところで、やっぱり自民党の候補者みたいな、で上これ、上川陽子さんが応援している大村さんが負けると、次、例えばね、まあ、初めての女性総理大臣になるんじゃないかみたいな、えー、ところ言われているんですけども、まあ、そこに傷つ,つくんじゃないかみたいなところの報道もちょっとされているというような、えー、形ですね。はい、であと、これ地域間対立じゃないみたいな言ってるんですけども。 あのー、もうゴリゴリに地域間対立みたいな感じになってましてそれこそ、えーえー、大村さんの方に関しては中部経済界まあ静鉄鈴雄静岡ガスとかもうそういったメンバーがね、えー、応援に入ったりとかで一方鈴木康友さ,さんの方に関してはもう鈴木修さんがね まあ言ったらもう出前式の時にあの鈴木康友さんの、えー、出前式で鈴木治鈴木城さんの鈴木治相談役がもうね椅子に座っているね目の前でドーンって座っているねも絵みたいなとかも象徴的になってましたしまた浜木オレックスさんとかも応援に入ってるっていうような、えー、形ですよねはいもうゴリゴリに地域間対立になっておりますとで大村さん陣はまあ、言ったら本当は浜松が本当に鈴木康友さんめちゃくちゃ強いんでもっと浜松市長ですしえー、そういったところもあるんですけども一応大村 陣営も、まああのー、北脇元浜松市長という方が、まあ、大村さんのね、えー、応援に入ったりとかもしておりました。まあ、これ、北脇さんは元鈴木康夫さんに市長選で敗れた方なんで、まあ、そういったところも一つあるのかなというふうにも思ったりするんですけども、まあえー、そういったところですね。であと個人的にこの静岡県知事選で一番ねもうやっぱりインパクトあったのが大村さんの陣営の、ね、こう演説であの鈴木誠治を許さないというプラカードを掲げてたんですよ。安倍政治を許さないっていうあのね フントであの鈴木,の鈴木自動車のロゴを書いて鈴木政治は許さないという,です、ね、もうそういったプラカードを掲げてたというのが、まあ、これです、ね、かなりインパクト、まあ、あのネットとかでも話題になってましたけども。 まあここまでやるかっていうまあ言ったらまあ鈴木治さんが結構このね浜松のところでまあかなり政治とかにもまあ影響力があるみたいなえとこを言われているんでまあこう静岡全体がまあ鈴木治さんのまあそこの影響下になってくんじゃないかってところの多分えそプラカードみたいなところなのかなというふうに思うんですけどもいやここは言ったら今はね安倍政治を許さないみたいなところかなり否定してたメンバーがこういった鈴木政治を許さないっていうプラカードを掲げてるんじゃないかみたいなえこう見られ方もしてるというところでいやここはちょっとどうなんですかみたいなところ も言われてるってとこです、ね、であと首長に関してはほとんど大村さんの方に、えー、ついてるってとこですだから、えー、鈴木さんの方に完全に態度表明したのは富士宮市長ぐらいかなっていう、えー、とこで,で多くのそれこそ静岡市の難、えー、波市長とかは、まあ、静岡市長と,としてではなくなんか個人的な、えー、友人としてなんか応援しますみたいなとこをね言われてた静岡市の難、えー、波市長だったりとか、えー、それこそ あの、出演式の時とかに関してはね、なんか東部エリア、まあ東部が、えー、今回ね、まあ言ったらここの氷伝が大事なんじゃないかみたいな、まあ中部が大村さんついてて西部が鈴木さんなんで、まあ東部の氷が大事なんだって時に、まあ東部の首長がずらーって並んだね、え出、ー、演式みたいなのあったりとかして、まあ首長に関してはかなり大村さんの方についてるっていうような、えー、形ですね。はい。で、えっと浜松市長の鈴木さんの方についてるメンバーでかなり個人的にびっくりしたのは、えっと河村隆、えー、名古屋市長ですね。はい。まあそれこそ、 あのー、割とね例えば YouTube チャンネルだけで右派系のチャンネル例えば東京15高専でそれこそ。 あのー、日本保守の井山りさんとかに結構好意的な、えー、チャンネルに関しては結構大村さんを応援してて鈴木さんに批判的な、えー、投稿されているイメージがあるんですよそれこそ、あのー、鈴木康友さんあの再、ー、エネとかかなりそういったところをね、えー、加速されていた、えー、方になっていてでそこに対して割と保守界隈っていうのは批判的な、えー、方が多いので割と大村新さんを応援するっていうねそういった流れみたいなところもあったりするんですけどもその中で日本保守の共同代表である川村隆さんが、えー、鈴木康友さんの方に入られた。 っていうのでえかなり衝撃を与えましたとでさらに、あのー、名古屋市長なんで、まあ、リニアは絶対推進してほしいんですよなのでこの鈴木エスさんの、まあ、出陣式でしかも鈴木おささんが座っている前で、まあ、あのリニアなんとかしようみたいなところをガッツリリニアお願いしますみたいなところも言われたっていうのも、まあ、これはかなりニュースとかにも取り上げられたりとかえそしてですね、まあ、言ったら出演式のタイミングで まあ野党陣営も結構ちょっと自民党に対して配慮してたんですよ。まあ言ったら自民党の浜松の市議会議員もいる中で、まあ言ったら立憲国民とかの議員がなるべくね、この自民党の裏金違反とか言わないように、えー、しておりましたと。まあこの玄馬健太郎さんね、えー、立憲民主党の、えー、指導が県連のトップで静岡8区、えー、選出の、えー 玄馬健太郎衆議院議員とかも、まあ、絶妙にね直接言わずに、まあ、言ったら鈴木康友さんが、まあ、それこそですねあのーまあ、ナ禍でこペイペイの中禍 PayPay のキャッシュバックってありましたよねあキックバックじゃありませんみたいに若干ねこの <laughs> 若干触れるみたいな。 でもそれもちょっとなんかキャッシュバックとキックバックみたいな、かけただけで触れるみたいなところで超配慮している、自民党裏裏金言いたいけど、それを抑えた演説している中で、河村隆さんがもう無視して、ガンガン自民党批判するっていう、すべてを代熱心にする河村隆史みたいなねえ感じではあったんですけど、ああそういった状況もえありましたということですね。なので、結局、中部 vs 西部みたいな感じにはなってますよというようなえとこですね。そそれこそね鈴木康さんの 自然式ね結構面白いんであの動画があったやつ見たんで浜松やったやつ見たんですけどももう浜松エリアの方に関してはもう浜松人っていうワード使うんですよ <laughs> 浜松人っていうワード使ったりとか、まあ、それこそあのなんかあの、えー、税金ですね納めているこう金額に関してはまあい、まあ、った西部エリアが まあこの東部中部よりも収めてると。にもかかわらず、県有資産に関してはもう西部が少ないと。これはおかしいんじゃないですか。ちゃんと分配してくださいよ。みたいな、えー、ところで、やっぱりこのね、もうめちゃくちゃ地域間対立。<laughs> もう今までなんかこう浜松がもうやられてきたみたいな。こう西部エリアがやられてきたみたいな感じの、えー、演説をされてきたっていうのは、えー、すごいちょっとね、面白かったかなと思います。はい。 なんかだから浜松から回も知事が出てないんですよみたいなことも言われたりとかね、<laughs> え言われたり、逆にあの東部とかになると、まあ、鈴木康んになるとオール浜松になってしまいますみたいな、<laughs> こっちはオール静岡ですけど、向こうはオール浜松になってしまいますみたいな、えー、とこもなっていて、もうかなり地域間対立すごいですね、はいまあ、そんな感じで,で、ちょっと乗船のところも簡単にちょっと触れたいなと思うんですけども、も、えー、静岡の小選挙区、えーまあ、言ったら西部、中部、東部で、ねえー、1区から8区割る中で、えー、ちょっと簡単に分けておりました。でねまあもう 女性調査とかでも、まあ、西部は鈴木さんで中部が、えー、大村さんで東部が、まあ、接戦みたいな、えー、感じになっておりますとで、えっと、西部に関してはあのまず、えっと、ハックエグエグです笑いました。さすが まあ、元々、鈴木康友さんの小選挙区で、しかも自民党の塩谷龍さんが今ね、えー、自民党から離党されてみたいなところもあると思うんですけども、8区は笑いましたね。はい。<laughs> 7区もね、だってあの自民党の県連会長の木内稔さんね、えー、木内さんの選挙区にもあるかかわらずっていう、えー、数字になっていて、3区に関してもね、まあ、これ西部エリアになるんですけども、あの、この前ね、まあ、言ったらパパ活であの辞職されました、あの、宮沢博之議員、あの記憶にございますって言われたらね、宮沢議員の小選挙区なんですけども、ただこれ西部だから、 いた鈴木さんが有利になっているのかそれともあの宮沢議員の影響で3区がまあいったら大村さん取れない感じになってるのかっていうのがまあどっちか分かんないっていうはいその <laughs> あの宮沢広之議員のせいで西武だからなのか宮沢のせいなのかどっちか分かんないっていうようなえー、感じになってますねはいまあそんな感じになっておりますでえっ、ー、とーあちなみに、ね、浜松エリアの小西市ってところのね市長に関してはあのー 大村さんの方についたたですよあこれびっくりしましまね、はい、だ西武エリアに関してはねまあ言ったら結構眠っているまあ言ったら態度を表明してない、えー、首長が多い中で小西市に関しては、えー、表明されましたことこです、ね、で中部、えー、こちらに関しては一、まあ、区に関しては上川陽子さんのエリアになっていてまあさすがですというような、えー、形でで二区に関しては割とこの静岡市とまあいったら浜松の間の このエリアと言いますか、こう西部と静岡市の間のまあまあ一応中部の中に入ると思うんですけども、でここはかなり節制になってくる、えー、感じなのかなと思ってます。ただえっと首長というか島田市とかに関してはリニアとかのね、まあ、いった大井川流域みたいな、えー、ところになってくるというところで、まあそこでどうなるのかっていうのは注目だったんです。島田市の市長、えー、とかに関しても大村さんの方に疲れたっていうような、えー、ところで、まあこのエリアに2区に関してはほとんど、えー、大村さんの方に疲れていると。で4区にで4区のすみません富士宮と富士市に関してはもう東部になるのかなっていう思うんですけども、特、ま、に、あ、清水区が入ってる ということで四、えー、区はえー、そちらに優れさせてきました。でこっちらえっ、ー、と清水区に関してはえっ、ー、とー静岡県議選もこれ与野党対決みたいになってるんでこれまた別の動画でえー、ちょっとどっかで出したいなと思っております。静岡小さな なんかえー、後半の動画と、そして、えー、県議補正もちょっと注目なのかなと思うので、こちら出したいなと思っております。はい、で、富士宮市が、えー、鈴木康友さんの方にに疲れて、で、富士市の、ね、師匠がですね、行、まあ、ったら鈴木康友さんとあの会談した後に直後に,直後にすぐあの大友さん応援しますって言ったとっいう、あのねあの、あの絵は面白かったんですけど、あれはもう超バチバチだなというふうに思いましたね。はい、で、頭、えっと、部に関してがまだわからないみたいな、こうかなり接戦みたいに言われていて、で一番笑ったのが、まあ、御殿橋です。はい、御殿橋の 数字がもうあああっていうね、えー、形に <laughs> なっておりまして、まあ、それこそあのもともと御殿場市長の若林洋平さんという方が今静岡の、えー、自民党の参議院議員になられたんですけども、まあ、前回ですね参議院の補欠選挙が、えー、ありましたと。でこれ川勝知事があの えー、応援に、大、ま、体、あ、野党系の、ねえー、方に、まあ、応援入られておりましてで、その方がね、後ほどフライデーでられて出職するような、出職というか、あのー、この前の参院選で負けるような、えー、形だったんですけども、えー、その時川勝知事が、 まああの御殿場にはコシヒカリしかないという発言でね炎上しましたと。であのそこで若林洋平さんがもうずっとねあのこの機会を待っておりましたとやっと私もこの場に立って言える日が来ました「御殿場はコシヒカリだけじゃない!」みたいなねところ言われてたんですけどもやっぱり御殿場市のこのね今のこの数字みたいなの見てるとまああの。 さすがにやっぱもう反川勝みたいなもうめちゃくちゃ恨んでるんだなみたいなえところになっておりましご5区6が接戦なんですけども、はい、で沼津市長とかは両陣への、ね、応援とかにも立たれたりみたいなえところになってるんで、まあ、完全中立みたいな感じになってるのかなというふうに思うんで、まあ、ちょっとこのエリアとかでもちょっと注目なのかなと思っておりますはいまあ5区6がどっちを制するのかでも人口的にはやっぱ浜松の方が多いんです静岡市よりもやっぱそこを本当に、まあ静えー、浜松の方をどんどん固めていかないと人口 的にはまあ、有利になってくる。あの浜松をねえー、より取ってる方が有利になるのかなと思いますし。しはい、また、あ、政党の指示。まあ、ただね。今出回ってるのがやっぱり政党系のまだ調査しか出てないはず。なんで、まあ、そこに関しては少なくともまあ、かなり数字とかもいじられてる可能性もあるんで、まあ、そこを配慮してえー、見ていただければと思います。はいまあ、多分日曜日ぐらいにあのー、本当の情勢調査。まあ多くてメディアさんとかの情勢調査が出るんじゃないかなって。多分。それでまあ、あの接戦って書かれた方するのかまあ、リードで。 追うみたいな、えー、表現のさせ方するのかみたいなところもね、ちょっと注目なのかなと思うんですけども、もともとこの鈴木康臣さんが優勢で、大村さんが追っかけるみたいな展開だったんですけど、そこはもうずっと変わってないのかなというふうには思いますね、はい。で、ちょっと選挙候補とかも見ていきたいなと思うんですけども、大村さんに関しては、まあ、静岡全身ビジョンというのを掲げていて、でこの、ね、左のところを見ていただくと、遠、ま、州、あ、まあ、言ったら全エリアの、ね、関するワード入れられて、駿河だったり演習、遠、え、州、ー、とかね、あの富士、伊豆とかも入れられていて、ってところかなり地域のところも配慮してるのかなと思いますね。で シニアも1年以内に結果をを出すってととというころろでちょっと差別化を図ろうとしていてあとね浜松の野球場ここはかなり一つの争点に一緒となっておりますここで大村さんと鈴木さんで、えっと、分かれているところですそれ以外に関しては一緒だったんですけどえここは分かれているというような、えー、形ですねはいなのでまあここの浜松野球場で実際なんか駒澤大学のなんか野球のなんか名誉 的な監督的な、ね、方をなんか登壇させて、この野球場の問題とかも指摘されたりみたいなところで、かなり野球場、浜松の野球場というところかなり指摘されているというような、えー、形ですね。はい、で鈴木康友さん、オールスターとかってワード入れてるのは、むしろ選挙候補では鈴木康友陣営だけというような、えー、形になっております。でも、ともとやりますというキャッチレーズも、ね、この浜松市長時代あったんですけども、今回もやりますというふうに、えー、だから、ね、マニフェストも確実にやれますし、即戦力としてすぐにやりますというところを挙げ、えー、られているというような、えー、ところですね。はい、だ浜松時代も行政改革で市の借金を 減らしましままたたたとととといいううこころもアピールされたりりか、えー、そういったこともありますとで共産党の森大輔さん、えー、でもともと共産党の方、今回共産党に関してがっつり共産党って書かれて、えー、出られていて、でやっぱりさすがですよ、静岡地位選でも裏金、ね、大軍拡の自民党政治ときっぱり対決という、ねえー、ところを掲げられているというところですね、まあ。分かりやすいのはリニア浜岡原発、ここは鈴木康臣さん、えー、そして大村さんとも違う、えー、ところの、まあ、リニア反対派、浜岡原発、えー、再稼働反対派というような、えー、ところですね。はい、で横山さんこれ個人の尊厳党で 以前もね。あのー？ 地方とかも出られたりとかも、えー、していたんですけども、そこで落選されて、今回も出られたってところですね。まあ、横山さんが違うのは、まあ、一番リニアはね、一番最初に推進できるのは俺だっていう、ご一緒されているっていうような、えー、方になっておりますと。はい、で、浜中さと美さんに関しては、もう眼岸圏っという、まあ、そういったところをですね、かなり、えー、掲げられているような、えー、方になっておりまして、もうね、まあ、ここをかなり、えー、中心的にやれているんですけども。で、えー、と浜中さんと村上さんは本当、最終盤で、えー、表明された方になっております。浜浜中さんが浜松出身 みんなの生活支援センターの代表理事、試験者教育とかのね、かなり団体とかもやれている方になっております。で、今回、選挙ね、供託金とか集めるにあたって、浜松の実家を担保にして出られたっていう、もうそれぐらいやれて浜中と美さんに関しては、かなりブログとかも更新されてるんで、この選挙戦の動向とか、なんで出たのかっていうのは、かなり表明されてる方になっております。で、村上さんに関しては、もう選挙候補もないみたいな状況で、静岡市出身で、自営業なんですけども、まあ言ったら、カカさん辞めた中で、急遽立候補したと、反リニアの方 方ですね、はい、まあ、そんな感じになっておりますと、はい、で今回、えっと、公明党が、えー、自主投票に、えー、なっておりまして、で維新も、えー、自主投票になりましたと、はいまあ、それこそね、なんかあの、1回、なんか自民党の所導権限が、なんか、えー、党本部に推薦ね、大村さんで行きたいみたいな、求めたみたいな記事が出たんですけど、それが消去されるっていうこともあったりとか、あと、えー、残ってる記事だと自民から推薦依頼でしたけど、先ほど、藤田さんが、えー、維新は自主投票というふうに言われましたっていう、えー、ところですね、まあ、そんな感じになっていて、はいまあ、最終的に終盤どうなっていくるんでしょう。僕はまだねやっぱり 鈴木を許さないプラカードが、まあ、この選挙戦のまちば番インパクトがああいったポイントなので、えー、ちょっと今後もね追っかけていきたいなと思います。終盤なんかサプライズがあるのかどうか、えー、まだあと僕現地行けてないんで現地行きたいなと思っておりますどっかでちょっと見たいなと思っております。えー、ぜひチャンンネル登録そししししてグッドボタンよろしくお願いいいたたまますありがとうございました